はい、どうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。お願いしまーす。はい、今回はですね、ゴーレム4体編成のゴレホグについて見ていこうかなと思います。ゴーレム4体編成のゴレホグだと、まあ五段の式と呼ばれる幅広く面を取って、そして自分のアーチャークイーンで相手の援軍とババキンを処理して、でそして自分のババキンで相手のアーチャークイーンを処理していく、幅広く浅くこう攻めて、そして残りをホグライダーで攻めるといったゴレ4のゴレホグ有名なんですけれども、今回は直進型のゴレ4のゴレホグ、こちらについて見ていこうかなと思います。今回のイベントで結構そちらのゴレ4のゴレホグのリプが結構生まれましたので紹介させていただきます。まずは私ケイスケのリプレイですね。今回はアルファブラボーさんの陣を攻めさせていただきました。ちなみにこちらのブラボーさんの陣、私クラチャンリーグで攻めたんですけども、見事に取りこぼしまして、今回はリベンジを込めた意味で攻めさせていただきました。ちょっと見ていきましょう。まずはゴーレム4体をですね、しっかりと中に入れていきます。これによって周りの施設のターゲットをね、ちゃんと取ってくれるんですよね。ゴレ2とかゴレ3とかだと、もう序盤とか中盤とか生き残ってても中盤ちょいぐらいでもう結構溶けてたりするんですけども、ゴーレム4体いるとほんとね、ターゲット取り続けてくれます。そして対空砲、十字側の対空砲を折ったのを見てイーストをかけて黒バルを投入していきました。ここなぜ黒バルなのかと言いますと、黒大砲とウィザードタワーの間にバネがあったので、確かそれでヘイストをかけて、黒バルで攻めさせていただきました。そしてヒーリングをかけてホグライダーホグをしていきまして、であとはですね、もう裏ホグの要領で、ホグライダーを投入していきました。これによってはい、どんどん壊していきまして、迫撃砲とかは怖くないので、アーチャータワーとか、あと大砲とかウィザードタワーに向けてホグライダーを投入していくといった形で、こんな感じでもうヒーリングも余ってますね。そんな感じで全開を取ることができました。というわけで、クラチャンリーグのリベンジ達成させていただきました。ブラボーさん、すみません、ありがとうございます。まあ、さすがにね、2回攻めたら、まあまあまあ、全開は結構取れるかなといった形でございます。はい。といった感じで、ゴーレム4体編成のゴレホグ強いですね。しっかりとターゲットを取ってくれるっていうのがね、この戦術の強みなのかなと思います。それでは続いてのリプレイ見ていきましょう。続いては、群馬帝国遠征軍の島貴族さん。島貴族さんのリプレイ、こちら見ていきましょう。こちらも本当にうまかったです。まずは、5時方向、ゴーレムを出して、ウィザードを並べてサイドカットの方を行っていきます。少ないウィザードです。今回は6体ぐらいですけれども、その少ないウィザードで丁寧にサイドカットを行っていくんですよね。こちら本当にうまいなと思いました。結構自分はね、6体とかね、少なくて不安になっちゃって、最低でも7体とか8体とかはやっぱ欲しいなって思っちゃうんですけども、今回はもう5体ぐらいでしっかりと丁寧にサイドカットをして壁の中の施設を削っていきます。まあ、ゴーレム4体もいますので、まあそんなに焦らなくてもゴーレム4体いれば、まあまあまあそんな 1,2 体と来たとしても結構しっかりと終盤まで進んでくれますといった感じで、ジャンプを打ってゴーレムを中に入れていきまして、敵援軍に対してはポイズンを打ってバーバリアンキングをどんどん中に入れていきます。そしてはい、ちゃんとね、アーチャークイーンにもポイズンを落としてあげる。これが注目ですね。しっかりとね、攻撃力の高いアーチャークイーンにポイズンをかけて攻撃速度を落としてあげるといった形になっております。そして、4時方向のアーチャータワーがターゲット取ってるのを見て、ちょいホグですね。ホグを数体出して壊していきました。そして、アーチャークイーンが撃たれてるのを見て、黒ジャイを出してターゲットを取って、ホグライダーを投入していくといった形ですね。今回自分はですね、先ほどは裏ホグの要領で出したんですけども、今回は島貴族さん、しっかりとした回すタイプの裏ホグじゃねえ、ゴレホグをですね、ゴレホグを行ってくれております。こんな感じでしっかりとヒーリングをかけてホグをしていきます。うまいですね。はいはい、こんな感じでどんどんね、ホグライダーを回していきまして、しっかりとですね、秘伝の巨爆とかはゴーレムとかで解除しておりますので、ちゃんとね、ホグライダーが死ぬ心配がないですね。で、まあ、巨爆、一発とかだったら、まあ、全然余裕なので、すかさずしっかりとヒーリングを落として保護していきます。といった感じで、もうあっという間に全開ですね。早い早い。しっかりと、ゆっくりと、もうターゲットをどこの施設が、何にターゲットを取ってるのかを見て、で、ターゲットを取ってる施設によっては、ホグライダーをちょっと足してあげたりとか、しっかりとね、見極めてゆっくりしっかりと進行していくっていうのがね、この戦術のポイントになるのかなと思います。といった感じで、今、これあれですね、8時方向、ウィザードを出しましたね。ホグライダーを出した投入した場所っていうのは結構施設が残りがちなので、ホグライダー投入したら、施設の反対側を、ウィザードでちゃんとしっかりお掃除してあげるっていうのがポイントになります。ホグライダーがどこに執着、して、
で、どこの施設が残るかっていうのをしっかり計算できていれば、こんな風にウィザードを出して時間切れの心配がなくなるといった形になりますので、皆様しっかりとどこの施設が残るのかっていうのも結構意識してみるのもいいのかなと思います。そして続いてはアンダーバニクナさん、クラクラチャンネルのアンダーバニクナさんのゴレ4のゴレホグ、こちら見ていきましょう。まずは十字方向ゴーレムを出しまして、ウィザードを並べて、1体しか出してないですね。並べるって言いましたが、アーチャークイーンを出すんですね。いいですね。こんな風にしっかりとですね、アーチャークイーンでサイドカットをして、ウィザードの節約を行っていくといった形ですね。そして、はい、9時方向ゴーレム出して、ガーゴイル、いいですね。ガーゴイルでサイドカットの方を行っていきます。そして、9時方向ゴールブレーカーで壁開けの方を行っていきます。はい、今出ましたね。1体出して、2体出して、壁開くか開きました。これによって、ゴーレムが、はい、どんどん中に入っていきます。十字方向に出したゴーレムとアーチャークイーンがしっかりとね、こんな風に中に入っていくっていうのもしっかり計算されてますね。そして4体目出しまして、バーバリアンキング投入していきました。そして相手の援軍が出てきたところでポイズンをかけてしっかりと処理の方を行っていきます。そしてちょっとね、今回もったいないかなと思ったのがあれですね、バニクさんも計算外だったと思います。ウィザードがちょっとね、テスラに焼かれてしまってるんですよね。これちょっとね、もったいなかったですね。まあ、しょうがないかな、といった形でございます。そして、ジャンプをかけて、ゴーレムたちをどんどん中に入れていきます。やっぱりゴレ2、ゴレ3のゴレホグと違うのは、しっかりとジャンプ2つを使って、奥深くまで進軍していく。これによって、巨爆スペースもどんどん解除できるといったメリットがありますね。そして、今回、バニクさん。はい、アーチャークイーンにもポイズンをかけてね。はい、さっきの島貴族さんと同じでございます。アーチャークイーンにポイズンを落としまして、しっかりとヒーローの方を処理していきました。そしてターゲットを取ってるのを見て、防衛施設に向かってホグライダーをちょこちょこ出していきます。しかしですね、今回すぐにね、ホグライダーにターゲットが向いてしまいまして、すぐにやられちゃうんですよ。すかさずそれを見てホグライダーをなるべく多めに出しまして、ヒーリングをかけて保護していきます。ここのリカバリーうまいですね。そしてもうしっかりとですね、真ん中の方とかもうゴーレムがまだ破裂前のが1体残ってるんですよね。これのおかげでクロスボウのターゲット結構ね、取ってくれまして、そしてホグライダーが結構ね、生き残っておりまして、全開といった形になっております。バニクさん全開お見事でございます。ここね、最後ね、2連に引っかかってしまうんですけども、うまいこと回避いたしまして、はい、相手のスケルトントラップも退治いたしまして、もうあとはもうお掃除タイムですね。さすがでございます。といった感じで、今回はですね、ゴーレム4体編成のゴレホグについて、ちょっといろいろポイントとかいろいろ見ていきました。最後、クロジャイをですね、お掃除タイムに使いましたね。といった感じで、やっぱりですね、奥までしっかり進行できる。で、そしてゴーレムたちがターゲットを取ってくれる。これによってホグライダーたちが長生きするといったメリットがございます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。